とても綺麗な江戸型うつぼです。ほとんど直すところがありません。裏押しが若干広がってますね。平を鏡面にしてほしいっていうご依頼です。歪みは全然なかったんで裏から研ぎます。高くなってるとことか低くなってるとこを手で感じたり目で見たりして確認しながら均一に高さを合わせます。薄刃って幅が広いんでこの裏研ぎが実は一番しんどいんですよね。ノートで新しい記事を書きました。刃付け屋の目線でいい包丁っていうものの選び方を書いてますんでよかったら見てください。動画の説明欄とかチャンネルの概要欄にいろいろ SNS 貼ってますんでそっちも確認していただけると嬉しいです。平を研いでます。鏡面にするためにできるだけ凹凸減らさなあかんのでかなり真剣に神経を使ってやってます。裏を研いで、形変わってしまった部分があるんで、刃を引いて成形します。これも結構裏の凹凸があると綺麗に刃引けなかったり、厚みが違ったらそれもまっすぐならなかったりするんで、結構難しいとこです。はい、では切り刃研いでいきます。薄刃のしのぎって柳とか出刃と違ってまっすぐなんですよね。その完全にまっすぐっていうのが結構難しいんですよね。しのぎをまっすぐにしたので次は鋼の方を研いで刃を薄めていきます。で最後に切り刃全体を鳴らします。で切り刃を縦面にしてさらに凹凸を減らします。薄刃は幅が広い分その途中でえぐれちゃったりちょっとエクボになりやすかったりして薄刃系が苦手っていう刃付け屋さんも多いですね。はい、円筒終了です。ちょっとね、裏のバッフはねいつもの段取りの関係で割愛してます。すいません。はい、切り刃に平前砥石当てます。限りなく凹凸を減らして手研ぎする際に砥石にまんべんなく当たるように手を加えてます。ここまでこのムラを取ろうとする執念をぜひ見ていただきたいです。
はい、バフで磨いていきます。鏡面するときはね、このバフが当たるとまた傷になっちゃうんで、これは入らないように注意してやってます。いろいろね、もうすでに下準備とかしてまして、この鏡面に関してはその畑屋さんそれぞれでいろんな試行錯誤してるんで、これだけは本当に企業秘密にさせてもらってます。すいません。マチ磨いていきます。このマチ磨き本当僕苦手やったんですよ。もうかなりね失敗して、何回も失敗していろいろ生地で練習したりして、もうすごい悪戦苦闘しました。こういう細かいとこがね意外と難しかったりするんです。はい、峰を磨きます。特に薄刃は胸がまっすぐなので、同じとこを当ててへこまさないように注意します。切り刃を糸バフで磨きます。鋼をきれいに光らせるためにすごい試行錯誤しました。で、今も試行錯誤しているところです。裏を糸バフで磨きます。平は鏡面するんでまだ触りません。途中はこんな感じです。まだねバフの細かい傷とかが残ってるんですけども、かなり綺麗にいってます。はい、これで平の鏡面が完成です。ん？イケメンが映っている？途中経過の傷も消えてます。はい、切り刃をかすみ仕上げにします。もう何回も言ってることやと思うんですけど、この鏡面の包丁はかすみ仕上げに一番気使うというか、ちょっとでも失敗すると鏡面に傷が入っちゃうんで、全神経を集中してもう一回やり直さんでもいいように、もう一生懸命やっております。ここからゴムで天然砥石の粉をすりつけていくんですけども、結構これがそのムラになりやすくて、濃いとこもあったり、ちゃんと当たってなくて薄くなってしまったり、それをやり直すのが鏡面の包丁だとほんま命取りになるんですよね。だからね、ちょっと入念にこすってるんですけれども、気長にお付き合いください。先回しもね、こうやって泥こすりつけてぼかします。そしたらね、小刃付けして終了です。
はい、ありがとうございました。